大谷翔平とジャッジ、ダブルS成績が全く同じになってしまう。大谷、打率133、15-2、打点0、得点2、OPS 0.478、盗塁0、1盗塁死、三振4。ジャッジ、打率133、15-2、打点1、得点1、OPS 0.411、盗塁1、三振7。すごい、仲良すぎでしょ。白熱のリーグ MVP 対決、ジャッジと大谷はお互いにリスペクトしてるからな。出塁率が団地、大差ないやんけ。一緒に走ろうね。中身入れ替わってるんやろ。打点はジャッジ1、大谷0。打点盗塁ポジション考えたらジャッジのが上やん。お前ら仲良しか。ジャッジはナックの真ん中に入った甘い球で持ち損じてたからかなり調子悪そうだったな。大谷とジャッジが打ってくれんと盛り上がらんから目覚めてくれると良いんだが。実は大谷とジャッジ中身が入れ替わってる説。まんま大谷翔平恒例のクス展開。ジャッジは調子が悪いんじゃなくてプレッシャーにクソ弱い。毎年じゃん。ジャッジ盗塁までしてるからな。短期決戦なので両チームともこの2人にだけ全力投球しているんだろう。その結果や、ジャッジは前の外が敬遠されたりで結界はしてるだろうけど半分舐められてるよ。大谷の方は大谷のところでよく投手を変えたりでかなり警戒されてるけど、アンチも信者も黙る優しい世界。どっちもうざいからそのままで頼む。ダブルS負けたらどっちかが先犯になるのは確定だな。大谷の場合はキャッチャーが 100% 走ってくると分かっているからすぐ牽制できるように構えの段階から準備している。他の選手はマークしてないから成功しやすそう。厳しい警戒をされた俊足ランナー、全く警戒されていない鈍足ランナー、盗塁の成功確率は似たようなものだろう。でタッチの節馬場監督も言ってたな。ジャッジは調子が悪いんじゃなくてプレッシャーに弱い。これ大谷も一緒だろ。大谷は PS 全体で見たら言うほど成績悪くない。ジャッジは終わってるが、ディビジョンリーグチャンピオンシップまでの成績は比べ物にならん。ドジャースの3勝のうち多分ジャッジは3勝全てに貢献している。ちなみに大谷はドジャースの初戦の1勝に大きく貢献。管理人のつぶやき、大谷さんは肩の怪我がスイングに影響しているように見えますよね。フジテレビで解説していた元プロ野球選手たちも影響あるように見えると言ってましたね。ジャッジはなんとなくメンタルというか気負いが影響しているんですかね。失投を打ち損じてますよね。でも1打点ついてガラッと変わるかもしれないので不気味な存在な気がしてならないです。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。